シャットトムでアウトドア2019年12月の30日土曜日ですね。今日からうちの職場の年末年始休みなんで、来年の4日までね。それで今日の年末のだから今日明日明後日元旦まではアウトドアで、シャットトムでアウトドアで、今回は予定通りあれ奥多摩の雲取山5分くらいかな、標高1800くらいの奥多摩小屋のテント場で一泊したいと思うんで思いますが、やっぱ早く、結構ね、いやみんな年末年始みんな休んだから結構混むんだよね。天場早く撮りたいからさ、テント場ね、なるべく早始発で行こう、始発のバス乗ろうと思ったんで明日だから、そのためにこのその近くの日原川の河原でね野営しようと思って、今来てます。じゃあ今日はここで一泊して、それで明日の朝6時5分かなの西鴨沢行くかな、鴨沢行きかなのバスに乗っていく。その際7時頃着くからさ、余裕で、もっと早いかな。だから7時ぐらいから登り始めれば昼ぐらいには着くと思うんだ。なんだろうと、じゃあここでやってみます。動きのタイミングにね、ちょっとまな板と金槌はすいません。
まずこの辺に初だ、初に映ってくれたのね。初ですね、初のピッチャー、初のピッチャー、コンパクトさに初だ。サイズはもう買うときに見たけど、今まで何度か使ってモンベルにウルトラライトの技術意識強いのとほぼ強いことほぼ一緒に進んでいけない最近山田食欲と私は毎週アップしてるね、このね、何週間今日は学習だったけど、ね、楽しみに、ね、今日も姉ちゃんの中で読んできた山田食欲朝から幸せのってかも騒いでたこれがボールは一つの絵なのか、ね、丸っこくなるどうもなるまずボールさせようこれでも山いや実際山でもさキタバタしないと思うからもうやっぱ高いのは違うねあの強いです強いです強いですもし折れちゃったらこの途中にさせてやるもう終了決まっていないでボールアウトまあ山田に今初めてのタイプだからねこのビビーシルこれで丸めにするんだまあ最初にやることあれ引っ張らないでビビーシルビビーシルと本当は無料になるねやっぱいいねこれ完全に本物です場所が決まったこういう風に出てきてないよこの台があれ、もう買うでしょ。モンベルの技術意識強いと。あれ？これが手で。今では当てないので、今日は5時以上入ってくるこんな感じだこの商品こんだけだから充実しないってテーブルで引っ張ってくるあれ、ドームのやつだドームのやつドームのやつなんで手で飛べなくても捕まるとこれさ、これでこっち多少開けるまだやっぱ高いのに投資やすい1000円ちょっと大げちやすいのためですね投資やすいですあーあーちょっと来るのねThank you.
電線とかね。今日来るときいろいろスマホで見てたらさ、スマホやって来年ね、取り壊すみたいな、大人の小さがないみたいな。自動車も少ないって言ってもらってくれるから、怖いんだけど。それで買った、こういうのってほんと、それでもなくなっちゃうのが、それまでにどうなるかまだ決めきれないけど、可能性あるみたいな。来年、勉強してきたら取り壊すみたいな。もう古いからね、でも立て直すだけの予算が下町はね、そういう経験がちょっと驚いちゃった。
このサイドにしまってて、これも止めるので、全部6個点数、チルターホードと粘土が4つで、こういうふうに付いてもね、もう詰めて初指示チルター、今食べるの初指示です。初めてのライブエアライブ指示チルター、このままでいいやでした。まあまずまずいいじゃん、いい感じじゃん。ほんとほんとサイズが銀だからもう食べた。でもしまおうか、みんな飛んでいっちゃうか。こんなのどういうか、でも本当簡単だ。
まあ、ポールが輪っかのこれだけだからさ、それはその分簡単なのね、ポール1個だからね、ポール1個だからその分簡単なのね。ビーフィッシュールとあれ2本だもんね。これ中いい、まだ5分くるからこれ、うん、これ、ここね、うん、こんな感じだ。外観見てよく外観、ビューティッシュツールと外観、これ見っぱらが、河原で初です。面白い形でしょ。真っ赤に来たのは両サイド引っ張ってね、こっちからこれ、こんな感じに、2本止めて、ロープで1個、2箇所。面白いね、これ。うん。だから、これで引っ張って立つからね。うん。こんな感じじゃあ、ああ、いい感じだ。なんとかできたね。じゃあ、取り上げして、明日の朝、始発のバス乗って、鴨さんに行きます。で、鴨さんに行きます。もうそちらに、奥様に行きました。ああ、もう、先が立たないね。だから、バスの、これ、奥様側で知る上に。じゃあテント今回あったかいの持ってきたよ。12月頭の時寒さを答えたんで12月頭の時は1300円のドンキの安いのことだった。今日かさばるけど大きめの持ってきた。ドロ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 、前回の教訓から大きめ持ってきたよ。大きめ、ほんと大きい、安かったからこれね、入らないんだ、これね、だから、収まりは、でも結構あったかいから、これ。うん。ね、これ。マミータイプかな、ちょっとだよ、丸っぽいやつ、タレントっぽいやつ。あ、ドンキの安いやつ、あれ、封筒型ね、真四角に、長細い感じ。多いやつ。まあ、そこ、駅に行くと使えるからね。中でも持てるときはね。この中にね、もうね。食材をなくなりますね、みたいな。食材をね。ただか、今度はそれもな、まな板と金づちが変わらなくて大丈夫だね。やばいね、マジで。
まあ、初外しよう。これだけしようと思って、
大丈夫ちょっと多かったですね。まあ、乗り物だし。これだけですね。よかったな。あ、2本ぐらい入るね、130これで3だけです。あれ、車線ジャンプさ、カップに先に入れて1センチ足換えします。Thank you.
玉ねぎの切ってあるとこの右上で、ね、下山途中は飲まないので、ね、それいいでしょう。あんたがあと1号の飲んだあるからね。
川崎が海がいいよ。いいね。昔コンビニは20年ぐらい前ってコンビニってあんまり聞かなくてさ、バンバン入れたからたまに無事だからいっぱいあるんだから昔のやつ、もっと25、6年前はそうだよね。今はコンビニでよく聞くけどさ、箸入れますかってね、結構聞かない人もいるけどさ、結構聞く人いるよね、コンビニでもさ。で僕は今は入れないって言ってんだけど、25、6年前ってあんまりいなくなかったんだ、ほとんど当たり前のようにバチバチぶっ込んでたからね、結構いっぱいあるんで、それ使って。
これいいんだよ、これ。そうだ、この竹ね。なんだっけ。細長よくあるやつ。あったかいもんなんだっけ。細長いやつ。使う付き金属に。あったかいからさ。100円のこのカップちょうどいいや。安くて。今日おしまい。はい、乾杯。今日はこれでおしまい。もういいかな。じゃあラーメンすすりながら。札幌一番塩ラーメンをいいねもういいふうにやっぱあるはずよ来たんじゃないからなこれいいね、これね気に入ったまあ、サラダなんだけど本当に好きだったんですけど一応このね、ツイルトはさ細っこうだなそれまでとも気に入った一応これ横の方だからね、これねちょっと視察を登れば早く出ると思ってテントが取れると思った。みんな年末ね休みだからさ早く行かないと埋まっちゃうんだよね。いいとこ取れないからさ。はい、神崎君おいしくいただきました。うまかった。で、札幌一番塩ラーメン、ウインナー、ジャック、ソーセージ、玉ねぎ。
桜は立派だが、多摩川から分かれるので、この辺ふっと立派だが、立派だが、そう。あれ高いあれテント系のテントがいいね。安いのはさ、ハゲ編みが太い、ちょっと太くなったぐらいのすぐ曲げちゃう、うん、これアメリカライブやないのビーチシェルターのテントもいい感じだよね。ガシリとね、前が困ったところが前のことね。アウトザーソクス君だよ。
美味しくいただきました。今日はさ、あれ、ね、明日と雲取山に行くのにさ、ね、もう登るの遅いからさ、ね、荒川区からさ、ちょっと間に合わないから、前日に奥多摩の駅前、ね、のミニプラザの河原でこんな感じで、いやいやいやして、それではその始発のバスで鴨沢行こうと思って、ここでお送りしました。ではまた。終わります。